はい、こんにちは。海月船月チャンネル内藤和弘です。今日はですね、4月1日、いよいよ4月に入りました。今日はですね、こちらのストライカー630スポーツフィッシャーですね、こちらの船を、岬の方までちょっとね開港していきたいと思います。今日はね、まあまあ海もいいのでね、その辺を少し取材していきたいと思います。それではまた。さあ行きましょう。よいしょ。内藤さんに付き合ってですね、船の開港に、やってきました。内藤さん、この船すごい大きいですね。はい、これはストライカーの63フィート。63フィートになります。コンバーチブルでね、63フィートっていうと、日本でもそんなに数ないので、とても大型艇ですね。なかなかいいですね。GM のね、エンジンの音が、これはこれで私は結構好き。なんか船に乗ってるっていう感じがありますよね。本当に大きい。波も穏やかでね。いいですね。これからどちらに向かうんですか？これはですね、今東京湾を出て横浜を飛ばしてですね、石黒造船というところでね、乗船させていただけることになったので、そちらで船底とかですね、プロペラ周りとかシャフト周りとか、その辺のメンテをするために、先ですね、動画島の先です。なるほど、いいですね。
さん、はい、今ね横浜を抜けてですね、これから猿島の海あたりに横を通って、それから関東線を通って、今日は出ていきたいと思います。天気良くて気持ちいいですね。今日は最高ですね。今、出港から1時間半ぐらい、はい、かけて横浜まで来ました。順調ですね。ではまた海で会いましょう。内藤和弘でした。